こんにちは、萩です。今回はですね、今週末開催予定の第49回全日本実業団ハーフマラソン大会の話をしていきたいなというふうに思います。まあ、いよいよ今週末2月14日開催されます。まあ、男子女子ともに同日開催で、男子が10時スタート、女子が10時5分スタートの予定となっております。でこちらテレビ放送の予定もあって、午後2時から TBS 系列で放送予定となっておりますので、まあ自宅でゆっくり見れる大会ということでね、僕はね嬉しいなというふうに思います。でこちらタイトルが、まあ、全日本実業団ハーフマラソン大会という冠がついている通り、まさに実業団選手ナンバーワンを決めようじゃないかと、誰がハーフマラソン一番早いんだというね、決める大会となっているので、まあ、とにかくね、レベルが高いです。もう実業団選手がね、まあ、こぞって出場するので、まあ、とにかくね、まあ、ハイレベル、ハイペースなね、まあ、展開が予想されるんですけども、今年はね、特にね、エントリーメンバーがやばいです。僕、事前にもう見させてもらったんですけども、もうエントリーリストを見るだけでもね、もう興奮してしまうような、まあ、それぐらいね、まあ、スター性に溢れた選手たちでね、今回出場するというふうになってます。で、また去年のね、48回大会の結果が良かったんですよ。まあ、とにかく素晴らしい大会でした。もう日本人トップ8人が1時間1分を切ると。いう結果を残しているので、まあ、それに加えて今回ね、まあ、エントリーメンバーが素晴らしいというところでね、かなり記録もね、期待できるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、今回はね、まあ、去年の結果と、あと今年のね、えぐいエントリーメンバーをね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。で、公式のホームページ上にね、エントリーリストがいろいろ出ているので、まあ、そっちを見ていきたいなというふうに思います。で、こちらはですね、まず、去年、第48回大会のね、結果をちょっと見ていきたいなというふうに思うんですけども、まあ、優勝したのが外国人の選手で、優勝タイムが1時間と27秒ですね。まあ、これでもね、かなりレベルが高いんですけども、まあ、続いてね、こっからですよ、日本人選手。まあ、日本人トップを取ったのがね、安川電機の古賀選手、続いて YKK の鈴木選手、これなんかもね、古賀選手は1時間と49秒ですね。で、ここからね、日本人選手がね、入り込んでるんですよ。でもここタイムを見てほしいんですよ。ここほんとね、最後なだれ込んだなってね、印象があるぐらいで、ここですね、ここまでが1時間1分を切ってます。まあ、日本人ね、上位8人が1時間1分切りを果たしたというところですね。で、1時間1分切りを果たせなくても、1時間1分1秒に、警視庁のね、佐藤選手が入ってるとか、2秒とかね、まあ、いろいろ日本人選手3秒、5秒と、これがね、こぞって入ってるんで、まあ、とにかくね、まあ、レベルがね、高いね、大会だったかなというふうに思います。で、ちなみに1時間1分で走るためには、1キロのアベレージが2分53秒。2分53秒で押していけば、1時間1分ジャストぐらいになるってことはね、まあ、これの選手たちは、1キロを2分53秒を切ってね、ずーっとハーフマラソンを押していくというよね、まあ、選手たちになります。まあ、素晴らしいですよね、この辺見てくると。まあ、ハーフマラソンはね、実業団選手の話を聞くと、最初突っ込んでもギリギリ粘り切れるね、まあ、距離だっていう風に言ってるので、かなりね、まあ、1キロ目から突っ込んで入ってるなっていうね、印象があるので、まあ、今回のね、まあ、49回大会もかなりね、最初からハイペースで行くんじゃないかなというふうに思います。まあ、これがね、まあ、去年の大会ですね。まあ、日本記録はね、ヤクルトの小倉選手が持ってる1時間ジャストですね。00分00秒と。で、大会記録はコニカミノルタの菊池選手で1時間と32秒と。いうところになりますね。ここら辺のね、大会記録がね、まあ、塗り替えられるんじゃないかなというふうに思います。で、去年外国人選手が出してるので、これがおそらく今回の大会記録にね、まあ、なってくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、今年ね、あるんじゃないかなというふうに思います。あ、ここか。大会記録、大会最高記録とこうね、こう分かれてるんですね。でね、今年のちょっとエントリーリストをね、見ていきたいなというふうに思います。まずここ、招待選手ですね。まあ、去年のね、実績が良かった選手たちですね。まあ、日本人トップを取った安川電機の古賀選手が、まあ、今回またエントリーしてると。まあ、ついでに2番だった YKK の鈴木選手。そしてね、中村選手。去年ね、僕動画でね、まあ、紹介させてもらいました。あれから1年経ったのか、というようなね、思いがあるんですけども、中村選手もね、まあ、招待選手として、ね、まあ、選ばれているところなので、まあ、去年のね、記録をもちろん、超えていきたいというふうに思っているので、まあ、この選手もね、先頭の方でガンガンね、まあ、行くんじゃないかなというふうに思いますんで、おそらくこの辺の記録をね、超えてくるっていうことは、先頭集団は本当ね、1時間30秒ね、もう切ってくることでね、まあ、期待できるんじゃないかなというふうに思います。で、この下、エントリーリストがね、こう、バーっと載ってるので、見ていきたいんですけども、これね、
これ見るだけでもちょっと興奮しちゃうっていうのはちょっと陸上好きが出すぎてんのかね。いやそんなことないですよね。多分ね、陸上ファンだったらこれを見ただけでもあーってね思うぐらいのね、たちが揃ってるんじゃないかなと思います。これ上からね、参加資格記録順ですね。まあ、期間内のね、記録のいい順でこう並んでるというところなので、上からちょっといろいろ見ていきたいんですけども、まあ、今回ね、エントリーされてる外国人選手がね、1時間を切ってる選手、59分台の選手たちがいるので、まあ、これの選手たちがね、おそらく今回ペースを作っていくんじゃないかなと思います。まあ、ほんと最初の1キロをね、2分40とか45秒でこう入っていくようなペースが予想されるんですよね。で、アベレージでも2分45秒とかね、まあ、押していくんじゃないかなというふうに思います。で、そこに日本人選手が多分ついていくんですよね。まあ今回はフルマラソンの場合だとやっぱハイペースで入ってしまうと後半ねラスト10キロ5キロがしんどくなってしまうんですけども、まあ、ハーフマラソンだと結構押し切れる距離っちゃ距離なんですよね。まあ15キロぐらいまでグッとこうこらえちゃえば残り5キロ6キロだったらもう一回ちょっと力がね回復してくるというパターンもあるし、まあそこからねグッと一気に苦しくなってしまうパターンもあるんですけども、まあ思うのかね15キロぐらいまで行っちゃえば残りね、まあ距離がどんどん1キロずつ短くなってくるので、まあいけるというパターンもあるので、おそらくね今回日本人選手がねガッとついていくんじゃないかなって思うんですけども、そこにねついていくのがね、まあここら辺のね選手ですね。まあ記録的にいいのはね、旭化成の村山健太選手、この中からも記録もいいのと、佐藤悠基選手ね、 SGH グループまだまだ健在ですよね。まあ日清からとこちら SGH グループにこう移籍しましたけど、こう年齢的にもどうなのかって言われてましたけど、ニューイヤー駅伝のあの走りを見たら、まあとにかくまだまだいけますよね。前世紀と本当同じぐらいの記録で走り続けてるので、まだまだ記録が狙える。まあ日本選手権の1万メートルもね素晴らしい記録出してましたよね。ってことは今回もハーフマラソンもまだまだ自己記録がね、まあ狙える位置にいるんじゃないかなというふうに思うので、まあ佐藤悠基選手なんかもね、ちょっと期待したいですよね。なんかもうレジェンドって言われてますけど、まだ現役のね、トップ選手としてね、まあ戦えてる選手ですね。ちょっと期待したいなと思います。で、九電工の大塚選手なんかもね、最近フルマラソンでね、まあ活躍してる選手ですね。まあメンバーすごいね、旭化成の第6の選手もハーフマラソン1万とか強いですからね。素晴らしい。で、こう注目したいのがね、ここなんですよね。まあニュースにもなってましたけど、ゼッケン番号29番、相澤選手ですね、旭化成の。いやー、ちょっとここ期待したいですよね。まあ日本選手権でね、まあ日本記録を出して、東京オリンピック1万メートル男子日本内定をね、まあ得ましたけども、その後ね、怪我をしてしまって、ニューイヤー駅伝にちょっと出れなかったというところで心配していたんですけども、今回がちょっと怪我明けの復帰戦という風になるので、どこまでね、体が戻ってるかちょっとわからないんですけども、それでもやっぱ期待しちゃう。100% の状態じゃなかったとしても、日本選手が1万メートルであれだけの記録を持っているってことは、ハーフマラソンでも日本記録を狙えるぐらいのポテンシャルはあるわけですよね。日本選手が1万メートルの日本記録保持者ってことは。ってことは、100% じゃないにしても、8割、9割までこう戻ってくれば、1時間ね、こう10秒、20秒ぐらいは、出てくるんじゃないかなっていうところをね、期待したいなっていうふうに思うので、ちょっとね、相澤選手ね、こうね、期待してね、見ていきたいなと思います。まあ、トヨタ紡織の大野選手、青木のね、選手だったりとか、まあ、豪華ですよね。こう見ても素晴らしい選手がね、まあ、こぞっているというところなので、一日中ちょっとこれ見れるなっていうぐらいね、素晴らしい選手ですね。旭化成の村山浩太選手なんかも、まあ、出場すると。まあ、DNA の鬼塚選手なんかも、若い選手なんかもね、まあ、エントリーされてるというところですね。あ、川内選手もね、エントリーされてますね。まあ、62回大会ね。大阪国際女子マラソンでね、ペースメイクをしてましたけども、エントリーされてるというところですね。まあ、ここら辺もそうなんですけど、例えば、旭化成の市田選手なんかも、こう、エントリー番号で言うと69番で、参加資格が1時間2分ってなってるんですけども、おそらくこれの選手とかって、まあ、参加資格なので、いつ出した記録かわかんないんですけども、やっぱ、フルマラソンを結構目指してる方って、ハーフマラソンを記録に狙いに行くっていう大会って意外に少ないなって印象があるんですよね。なんで、
フルマラソンの調整としてハーフマラソンに出るっていうパターンがあるので、まあ合宿中とか疲労がある中でハーフマラソンの大会に出るって方がいるので、まあ意外とね、ハーフマラソンの記録を持ってないって方が結構いると思うんですよね。で、ただ今回に限って言うと、まあ前後でフルマラソンがそんなにない感じがするんですね。今回エントリーメンバー見ても、なんかハーフマラソンにちょっと力を入れている。まあニューイヤーの後でもう一回この辺で力を出してみたいっていうようなね、選手たちが多そうなので、ちょっとこれは本当にタイム期待できそうですね。本当に全選手がね、PB を出すぐらいのね、まあ勢いで来るんじゃないかなと思います。今井正人選手ね、僕の同級生ですね。まだ現役でやってる、素晴らしいですね。まあ西池選手、法政の後輩ですね。まあ小西上田。なんかね、まあいると。ちょっとこれを見てるとね、1日経っちゃうぐらいね、素晴らしい選手が、まあ揃ってるんで、で、今回はね、おそらく去年の結果がすごい良かったっていうところで、まあコースとかね、気象状況とかもいいんじゃないかっていうところで今回ね、まあ豪華なメンバーが揃ったっていう感じがするんですよね。なので皆さんね、多分記録を狙いに行くようなね、まあ感じがします。今までフルマラソンとかで記録を狙った方も、ここでね、一回ハーフマラソンの記録も出しておこうというところがね、今回メンバーを見る限り多そうな感じがするので、かなりね、期待できると思います。去年はね、1時間1分気味日本人が8人いましたけど、おそらくそれを超えるぐらいのね、まあメンバーが出るんじゃないかなと思います。本当1時間1本切るメンバーがね、2桁ね、日本人で出ると予想がされるのと、もしかしたらね、日本記録なんかもね、あったらちょっと面白いなと。いうようなところでね、期待したなというふうに思います。2月14日、男子がね、まあ10時スタート、テレビ放送が2時からなので、結果をね、見ないでテレビ放送を見るか、まあタイムリーでね、結果を追っかけるかね、まあ皆さん次第かなというふうに思いますんで、ぜひね、全日本実業団ハーフマラソン大会見てほしいなと思います。